皆さんはこんばんにちは、ヨウムだよ。どうも、チコポンです。私の番って結構一つ一つ間が長い気がするんだけど気のせいかみょん。いやー、みんなオフェンス大好きだからね、なかなか使えるタイミングがないんだよね。オフェンスとかディフェンスを使える機会が少ない上にその中でも一つだけのキャラになっちゃうとね。そういうことなら仕方ないけど。ま、純粋に忘れてたのもある。気にしてるぞ。冗談だよ冗談、ははは、出番がないなら。どうする？別のゲームの実況とかしちゃう？最近は新しいメンバーが増えたから実況枠どうしようとか言ってなかったっけ？今持ってるゲームとかだとね、まあ簡単に言ってしまえばフリーゲームの実況だね。視聴者の皆さんが興味を持ってくれるかは別だけど。フリーゲームでもいろいろ名作とか面白いゲームとか多いしね。まあ、どんなゲームをするかは未定だからいければ面白いフリーゲームを教えてくれると助かるな。あ、もちろんだけどホラーは勘弁してね。特に急に驚かしてくるタイプのやつ。まあホラーゲームの時は別の人に任せればいいから大丈夫じゃない？え、ヨウムホラーゲーム大丈夫なの？え、もちろん大丈夫だみょんよ。ふん、ホラーゲームだったらヨウムに任せちゃおっかな。え、大丈夫なんでしょ？ゲストとして毎回違う人つけるから楽しくできるんじゃね？ま、ホラーゲームのリクエストが多かったらの話だけどな。あ、できるだけ謎解き要素は簡単なやつで頼むぞ。もう話がホラーゲームのリクエストが来るの前提なんだけど。面白いホラーゲームのリクエストが来ると一番いいんだけどね。面白いホラーゲームとは一体？ギャグ要素のあるゲームとか。人はそれをホラーゲームとは呼ばない。ホラゲーじゃないゲームをホラゲー風に実況していくスタイル。そんな実況見たことないみょんよ。俺が新しい道を切り開いてやるぜ。って垣間思ったけど実況してなくね。確かに。さて、相手のゼニアッタが浸透滅却を使ってきたな。相手のラインハルトの必殺技が怖いから少し横に陣取っていくよ。相手使ってこなかったみょんね。使えなかったのか、それとも溜まってなかったのか、まあ必殺技食らわなくてよかったってことで。おっと、ナノブーストがついた竜神剣はさすがにまずいみょんね。少し距離を取るみょん。だがゲンジを警戒しすぎてソルジャーにやられてしまう剣について。まあ、今のはしょうがない気がするみょんね。リスポーンしたら前線が上がってたみょん。チェックポイントのところで止められると動きにくいからな。開けた場所にさえ行ければ動きやすいからね。とりあえずヒーラーを優先的に狙っていくよ。あ、風切りミスった。何してんのさ。まあ倒せたし問題なし。倒せなかったら戦犯だったな。ルシオがやられちゃったな。倒すの間に合わなかった。まあリスポーン地点近いし問題ないだろ。おっと、スリープダーツはお断りだみょん。当てれたらよかったんだけどね。近距離ならまだしも遠距離で当てるのは難しいだろ。さて、敵が固まってきたな。もう一回押し切れば多分勝てるかどうかな。これはチャンスかな。おお、結構倒せてるな。どうした？マウスの調子が。あ、もしかしてまた反応悪くなってるのか。さっき掃除したばっかりなのに。最近調子悪いのか。数試合ごとに掃除しないと反応が非常に悪くなるね。現時だと結構操作がつかなくなっちゃうんだけど。オフェンス系はほとんどダメになっちゃうね。タンクだとザリアやロードホックが使いにくくなる感じかな。というわけで掃除し直してきました。それまでフルボッコにやられてたけどね。せっかくカットしたのに。5分ちょっとカットしてるからそりゃ言うよん。もう、バレずに進めようと思ったのに。いや、さすがに時間でバレると思うよん。あ、ザリアの必殺技食らっちゃった。おお、竜神剣不正だか。そこまで被害なかったみょんね。このまま攻めれるかな。ナイス穴。正面あんまり敵いないみょんね。これは攻めるチャンスじゃないか。このまま出口のところでリスキルしたいところだみょんね。ゲンジは味方に任せるみょん。なかなかいい感じにリスキルできてるな。最後はいい感じにできたみょんね。カットしたけど途中貫通されてたからな。
というわけで久しぶりの源氏会だったけどどうだったかな。なかなかいい試合はできたと思うにょん。あとおすすめのフリーゲームがあったら教えてね。それじゃ今回はこれでおしまいにするにょん。また別の動画で会いましょう。それでは。バイバイ。